今回はですね、まあ、ついにですね、ワンプラスノード2が発表になりましたので、紹介していきたいと思います。で、すでにですね、プレセールのまあ、ね、予定も入っているようですね、そちらの方もね、セール情報も合わせて紹介していきたいと思います。で、こちらはですね、ワンプラスのページになりますけれども、まあ、ちゃんとね、ワンプラスノード2のページがもうすでにできています。まあ、これね、日本語訳してるんですけども、結構面白いんでね、なかなか見応えがありますね。え、ワンプラスノード2、5G ですね。 かなりあなたが求めていることをできるすべてって書かれています。まあかなりっていうところにね、横方が引いてあって、まあなんでしょうね、何を言わんとしているのか、なんかわかるようなわかんないような感じですけれども、まあね、かなりのことができますよと。まあ価格はそこそこ安いけど、まあね、フラッグシップキラーって言ってましたんで、まあそこそこのことができちゃいますよというようなことをなんとなくね、えー、こうね、わかるような、わからないような日本語訳になっていると思います。 それではね、スペックの方を見ていきたいと思います。まずね、あの、カラバリなんですけれども、このちょっと青いですね、えー、なんとなく、あの、明るい感じのブルーですね。これ以前のね、ワンプラスノードもそうだったんですけど、まあ今回もちょっとね、こういう明るい感じのカラーがあります。で、もう一個はね、このグレーですね。まぁ、あ、これはちょっとオーソドックスというか、まあ落ち着いた感じの色と、ちょっと明るいものと、2種類のね、えー、カラーバリエーションで展開されるようです。 で今回ですね、このワンプラスノード2はやっぱりカメラ性能ね、非常に売りにしています。メインカメラは IMX766 ですね。 まあソニーセンサーになりますけれども、まあ、これはですね、ワンプラス9シリーズなんかにも搭載されている、まあ、要はね、フラッグシップ級の、ね、スマートフォンに搭載されている、結構ね、まあ、上位モデルのセンサーなんですけども、これを搭載しています。さらに、高額式手ブレ補正ですね。これもですね、最近ではね、本当にあのフラッグシップモデルしか搭載していないね、ちょっとリッチな機能になりますけれども、まあ、このね、OIS を搭載しているというのが、このね、単発の一つの売りになっています。 さらに SOC がディメンシティの戦略なんですけれども、これが、ね、ディメンシティの戦略の AI ってやつですね。ただの戦略じゃなくて、戦略 AI というものになっています。 で、なんか AI 機能がね、すごく強化されているということで、この AI の力を使って、なんかね、すごく写真が綺麗に撮れるということで、ここにもね、なんか AI ウィザードを備えた、ね、5000万画素のトリプルカメラというふうに書かれていますけれども、やっぱりこの AI の性能がそのカメラのね、品質に影響しているということをここでも歌っていますけれども、その辺のね、SOC との連携も含めてカメラ性能が非常に期待できる端末になっています。 でここにも書いてありますよね。これは面白いですね。注意、製品には遺伝子組み換えカメラが含まれていますというふうに書かれています。まあ、なんかね、食品なんかによく書かれていますけれども、まあ、何を言わんとしているかというと、誰にも言わないでください。私たちはワンプラス u s 9の超ワイドから、ノード2の、ね、5000万画素のメインカメラを複製しましたということで、その、ね、上位モデルといいますか、フラッグシップ級の、ね、カメラを搭載している OnePlus9 のカメラを、ね、持ってきちゃいましたよと。 この家ね、えー、ミドルレンジクラスのスマートフォンにつけちゃいましたよっていうことを、まあ、ちょっと面白おかしく言っているわけですね。なかなか面白いね。で、ここにもね、まあ、カメラのことが書かれています。やっぱり光学式手ブレ補正がついているというのが一つの売りになっていますけれども、ここにも面白いことが書いてありません、ね。腕には、 カメラスタビライザーが内蔵されていないため、ノード2の OS を使用することをおすすしますっていうね。まあ当然手ブレーっていうのはね、手がブレてしまうので、まあ当然スタビライザー搭載してないんですけど、まあ、ちょっと面白おかしくね、やっぱいろいろ書かれています。で、あとナイトスケープルと同じです、ね、まあ夜景モードって言いますかね、えー、まあ暗いところでも綺麗に撮れますよというものですで。あとね、夜のポートレートです。まあこれもやっぱり夜ね、まあ要は夜景とか暗いところに強いですということをね、歌っています。 で、インカメラの方は3200万画素ですね。結構インカメラの方もなんか良さそうなカメラが搭載されています。で、あとですね、物語の両面を手に入れようということで、これはあれですね、いわゆるその、シャオミとかにもある、まあ、デュアルビデオですかね。まあ、インカメラとアウトカメラを同時に撮影するモードがね、搭載されているようです。 あとはですね、広角カメラの方は、119度ですね。まあ、119度っていうと、まあ、そんなに広くはないんですけれども、まあ、一応ね、広角カメラも当然ですけれども、搭載しています。で、これもね、ちょっとね、その AI 機能も含めて、まあ、なんか言われてましたけども、最大22の異なるね、撮影シーンを認識して、えー、なんか撮影してくれるということで、まあ、ここに22個確かないんですけど、さっき見たら。ま、いろいろね、こういうね、ポートレートだったり、バックライト、ソリッドカラーにペット、緑とかですね。 え、夜景なんか、これ22個ないですよね。ん ?22 個ない。ないですけども、なんかこういったね、シーンを自動にね、検出して、まあ最適な撮影モードで撮影してくれるというのがね、まあここに AI が働いているようですね。あとね、充電の方ですね。バッテリー量は 4500mAh ということです。まあこれはまあ結構普通なんですけれども、以上 65W の超高速充電に対応しています。 SOC の方はメディアテックのディメンシーの 1200AI ですね。ここにあります。まあ、ディメンシーの1200を、ね、搭載した端末ありますけれども、まあ、今回その AI 機能を強化した SOC になっていますで。ここにもあります通り、より鮮明で高品質の写真やビデオを撮影しますということで、この AI がどうやらね、写真とかビデオですね、動画撮影に影響を与えているようです。まあ、この辺がちょっと未知数なんですけれども、ちょっと個人的にはね、期待しています。 でこのディメンシティの戦略ですけれども、ワンプラスは秘密のラボでメディアテックと協力し、マットサイエンティストの電話神経システムの夢であるメディアテックディメンシティ1 2 a i チップセットを作成しましたということなんで、まあ、協力して作ったっていうことですね。ほら、お母さん、片手。さて、ノード2を片手で使用することが実際にあなたのお母さんを感動させるかどうかはわかりません。しかし、忙しいマルチタスカーにとって物事を簡単にするために、片手で使用できるよう、オキシジェン OS は 大石を最適化しました <laughs>。わかんね。えっ、ー、と、ディスプレイの方はですね、えっ、ー、と、6.43インチですね。まあ、ちょっと小ぶりですよね。まあ、リアルミーなんかもね、よく6.43インチありますんで、やっぱ、オーガグループなんで、まあ、同じものを使ってるとは思いますけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、最近の中では比較的小ぶりなディスプレイサイズになっているんではないかなと思います。えっ、ー、と、フル HD プラスですね。あと、90Hz の高リフレッシュレートに対応しています。 スピーカーの方は当然ですけれども、デュアルスピーカーですね。セレオスピーカーになっています。えっ、ー、と、もちろんね、ディベンシティの1200なので、5G にも対応していますし、Wi-Fi6 にも対応しています。ネットワーク周りもね、完璧ですね。えっ、ー、と、今ね、紹介してきました、OnePlus n ノード2、5G ですけれども、じゃあこれがいくらなんですかということなんですけれども、す、ま、で、あ、にアリエクスペースの方でプレミアセールが予告されています。価格の方は、なんと409ドルです。 こちらがですね、実際の販売ページになります。えっ、ー、と、ショップの方はね、ワンプラスオフィシャルストアですね。まあ、ワンプラスは大体ここがやっていますけれども、えー、そこでワールドプレミアーセールが、えっ、ー、と、いつからですかね、えー、7月の26日から28日までの2日間ということです。で、今でもすでに420ドルなんですね。だからそんなむちゃくちゃ高くないんですけども、まあ、一応これがこのね、えー、7月の26日からのセール期間で、まあ、409ドルになりますということのようです。 ただです、ね、この409ドル っていうのは、もしかしたらね、この辺の199ドルで2ドルオフとかね、ありますので、こういったクーポンを適用した上での、まあ、最終価格ということになるかもしれませんので、もしね、購入を検討されている方は、ちょっとこのショップのね、中のページをうろうろしてですね、まあ、どっかにこういったクーポンがないか確認しておいた方がいいと思います。まあ、もしかしたら直前じゃないとね、出ないとか、あるいはその、セール期間になってからここに出てくるのかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもですね、 ただカートに入れるだけではもしかしたら490にならないケースなんかもね、えー、今までありましたので、その辺のね割引クーポンのチェックは欠かさないようにしてください。で、一応ですね、ワンプラスってなんかいろんな国で売っててね、ちょっと微妙に仕様が違ったりするんで、気をつけなきゃいけないんですけど、一応販売ページの方で確認すると、一応酸素 OS になってますんで、 ええと、ま、オキシジェン OS になっているということですね。まあ、ワンプラスは最近中国版は、あの、カラー OS をね、搭載していますので、まあ、一応これオキシジェンですよということが、ここに赤字で書かれてるんで、間違いはないと思います。あと、バンドですね。バンドもたまにね、そのなんか、モデルによって若干違ったりするみたいなんですけど、一応ここで販売しているものについては、バンド1、バンド3、バンド8対応してますね。バンド18、バンド19にも対応してるんで、 日本で利用する分には特に問題ないですかね。バンド26もあるし、バンド28もありますね。問題ないと思います。5G の方は N の78しかないんですね。ただワンプラスのオキシジェン OS ということなので、おそらくボルテは塞がれていると思います。 今回はですね、ワンプラスノード2の紹介とセール情報ね、合わせて紹介させていただきました。価格の方は409ドルですね。これ 8GB のモデルになりますけれども、まあ、思ったより安いなという感じです。私はもうちょっとね値段が高いのかなと思って予想してたんですけども、まあ、409ドルであれば、個人的にはね、思ったより安かったかなという感じです。まあ、日本円で4万5千円ですよね。 で、まあ、ディメンシーの戦略の AI を搭載して、まあ、あれだけのね、カメラを搭載していれば、まあ、409ドル十分安いんじゃないかなと思います。で、セールの方はですね、7月の26日から28日の2日間ということになります。 まあなので、まあ、どうせ購入するんであれば、大体プレミアセールがね、えー、まあ、一番安いっていうことが多いですかね。まあ、最終的には在庫処分で、ね、もっと安くなるときありますけども、しばらくはプレミアセールの価格が、まあ、最安値になると思いますので、えー、購入される方はね、この2日間のうちに購入することをお勧めします。はい。今回は以上です。